背面は、ね、後ろからこうぶった切られてます。おりゃーっつって。大丈夫か、これで。もう一台替えられてない。嫌だー。お、ガチャ。いったかな？はい。じゃあ電源を入れます。ドキドキ。なんと、前回ですね、ライザーケーブル変えて、なんと、全く画面が映らない。ダイレクトにつけてるときは全く問題なくディスプレイ出てたんだけど、ライザーケーブル経由したら出なくなっちゃって、なぜだなぜだと思っていろいろ疑ったんだけど、でいろいろまあ切り分けをしていって、だんだんと怪しいのがライザーケーブルの単体不良じゃないか。全く同じライザーケーブルをもう一個用意して繋いでみたら、めっちゃ普通に動いちゃった。ね、変えればいいやと思ったんだけど、PCI4.0 に対応してて、白だよ、白。あ、これにするしかねえ。これしかないわ。で、これ、用意しました。これがね、ライザーケーブルだよ。これ白いやつです。ライザーケーブル白。で、ライザーケーブルを白にするの？と思ったら、ファンとかケーブルも、白にしたくなってくるんだよね、これがまたね。これがね、もともと、ここにね、ついてた、後方のファンなんだけど、後ろのファンだけ黒がめっちゃ目立つんで、ちょっとね、これをね、白に変えてみようかな。これこれ。これに変えてみようかな。と思います。これね、ちゃんとさ、ガンダムエディションの電源ケーブルにしてるんだけど、あまりかっこよくないかしら？と思ったので、このケーブルも、まあ、白にしちゃおうかな。これがね、電源ケーブルの延長とかがあって、まあ、これをつけると、まあ、より一層かっこよくなるんじゃないかな。このケーブルに差し替えてみようと思います。白いファンです。白いファンは、ここにつけようかな、と思ってるよ。これで、これ、ね、延長しちゃうよ。ほらね、これマザーボードの電源。これも白に変えてしまいます。これ前が編んでてますね、こうやって。CPU 電源ができてるね。ね、3つしか使わないんで、1つはこのまま後ろに残しておこうと思います。先にこれで、なんか、しくじりそうだけど、つけてみるぞ。こうやってまとめました。マザーボードの電源は、今のところこんな風に繋がってます。はい、こういう風にね、綺麗にできました。ほら、真っ白ですね。はい、この白いライザーケーブルをつけて、まあもう動いてくれればいいんだけどね。はい、じゃあ早速つけていきたいと思うよ。ここのスロットに刺さります。ガチャン。ちょっと片手でやると怖いね。で、ここにグラフィックボードがつくことになります。はまったかい？はまったね。これはい、じゃあ次はファンをつけるよ。これ見ていいのかな。こんだけ白くなりました。ちゃんと動くのかな。さっきカメラ持ちながら刺したじゃん。ちゃんと刺さってなかったね。これまあ元々やりたかったのはこれね、ライザーケーブルが、前回原因がライザーケーブルだったのでライザーケーブル変えて、で変えるならね、白いライザーケーブルに変えてみましたね。これで縦置き
なってね、ほらかっこいいでしょこれ、ね、でことのついでに、ね、見えてるケーブルが、ね、青白よりも、もう真っ白のがかっこいいかなと思って、ほら中白くなったね。はい、でほら背面のファンも白くなって、ほらこんなに真っ白ね、こんなに真っ白だよって突っ込んでたら多分誰が言うんだろうな、ね、はい、これねメインメモリー黒いじゃんね、これね頑張ってね128GB にしたんだよ、 128GB までにしたのに、これまた白いメモリー買うの辛いな。はい、ということでこれぐるっとぐるぐるぐるん、じゃじゃん、これが前ガンダムの姿が、シルエットがね、ほらかっこいいっしょ。これまだ後ろ、これ蓋閉じてないけどね、こうやってまあどうにかこうにかうまくまとまったので、はい、後ろもねこんな感じだよ、ね、はい、メモリだけ黒いんだけどね、はい、だけどまあひとまず完成したので使おうかな。